こんにちは。3人なんですけど、こっちですか？はい。熱燗とさ、高清水ね。あれ、熱燗が自動で出る機械じゃない？へえ、すごいな。この沼は何になさりますか？行きたいよね。ここ通ると電気が入ってて、電気がその通るとお母さんと出てくる。ビールは冷蔵庫になってて、冷蔵庫になってて、そこ通ってビールは出てくる。じゃあ俺それがいい。お酒、うん、おかんがいい、はい、素晴らしい。おチョコ、じゃあ僕もそれで、はい、高し水を。はい、一応こちら京都、こちらね、はい、はい、今の特上極さらに特上これだよ。クジラもあります、ね、うん、いやーそうだね、すげえな、よかったね。どないやねん、極太巻きっちゃうそっちの気になるよね、もう頭が。すいません、極太巻きってでかいの？極太巻きは海苔を1枚半使ってるんで、うん、大きさ、太さはこんなぐらいかな。ほう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 。あの普通の巻きってありますよね、うん、それにあのエビとかイクラとか数の子が入ってる。おですけど、うん、それを8つに切ります。おお、なるほど。寿司で一番高いのはこれ、一人前はね。そう、はい、極上ね、はい、普通お寿司で一人前は7つ、うん、握りが7つと、うん、7つと巻物が入るんですけど、これは9貫かな、2貫多いのかな。おお、一応そういう感じです、はい、なるほど。3人食べると健康になるじゃん。大丈夫だよ、これと極太巻きを頼めばいい極太巻きが一番健康にならないよね。でもこれ食べたい、うん、じゃあじゃんけんで、じゃあこれ一つと極太巻き一つください。極太とこれを一人前、極上ね、極太と極上一人前ですね、はい、極み極みで毎回したらじゃんけんして、よし、お願いします。お一人様分、湯気がすごい出てる。はい、お二人様分。うん、熱いですね、これ僕の持ってる手が、うん、はい、じゃあ休憩湯気出てるの分かるもん、熱いよねこれ。熱いです、初めて見る。他の、高清水ですね。あったかい、いただきます。昔ながら、そう、その人たちこの辺まだいたわけですよ。自粛とかじゃない、じゃなくて、だから一棟、2階が住まい、1階店舗。ねえ、こうやっていつまでも頑張ってるので、はい、お待ちどうさまです。の方ですね。はい、はい、ありがとうございます。こっち置きますかね。ここじゃんけんで食べよう。じゃんけんで、最初グーじゃんけんぽい、最初グーじゃんけんぽい。じゃあ一番ウルさんにしようか、イクラさんにしようか、マグロさんにしようか。さてさて、じゃんけん王者の勝ちや。こっからいきます。素晴らしい、オートロか、そっち行くか。ウェーイ、なるほど。もう2番だからここ行っちゃうよ。よし、もうそっちに行くか。勝ち取った海です。
なんか幸せな気持ちに今、これとこれだよ。よし、じゃあじゃんけんで何食べるか決めるか。はい、最初はグじゃんけん。負けたよ。強っ、じゃんけん強い。謎にじゃんけん強いやついるよ。違うんですか。続いて、いくらにするか、うなぎにするか。おお、確かに穴子じゃなくてうなぎだ。あ、そう、穴子だね。どっちですかね。穴子じゃね。どちらにしようかな。いくらかす。おお、2番はい、2番。2番、僕は貝を。おお、貝は大人だよね。大人。アナゴが余った、ラッキーラッキーアナゴ、ちゃんと美味しい。できるんでしょ。今日のここは当たりだね。間違いない。うん。うわー、すごい豪華だねこれ。お母さん、ここはいつからやってるんです。何年やってるの。ここはもう40年なんで。あ、取れちゃうね。はい、ありがとうございます。一個一個一個持ち上げてもらうと。風邪さんの手の方がいい。じゃあ私もこっちを持って、はい、一個一個一個。おお、でかい。でかい。そのお皿で使って食べてください。美味しいです。彩りが。使えますよ。でも今使わせた私だけです。ギリギリのありますけど、ギリギリはない。ほら、ほらだってみんな。あれ。水。だからうちは水出しの一般です。もう大体人間も水出し。すごい。私はこういうこのイメージだよね。こっちもこれ作ったの。これすごい。美味しかったです。どうもありがとうございます。Thank you.